どこのご家庭にもある同一麺と、うん、どこのご家庭にも今回はね、まんまじゃなくて砕いて、うん、入れていきます。はいはい、はい、こちらドーン、統一麺です。肉層風味っていう、肉層風味、うんうん、風味だ、風味だわ、風味風味、特大袋。このイラストがまたいいよね。屋台のお兄ちゃんがさ、こう麺を切っててさ、後ろで食べてるお客さん、普通さ、屋台の人が作ってるのは分かんない、うん、後ろで食べてる人ってなかなか描かなくない、うん、まあそうこれがもともと私がすごい好きな、そう、そう、しかもどれぐらい好きかっていうと、わざわざ台湾の通販してまで取り寄せてたぐらい好きな袋麺なんですよね、うんうん、はい、そう、でこれはなんか普通に食べると私はそんなにだなみたいな感じなんですけど、うん、これを私流にアレンジしたのが私は黒星ほど好きで、うん、私もそれをあんまり乗り気じゃないなっていう朝とかに食べるとすごい元気になる。じゃあ夏さんの元気の源、はい、そんな食べちゃうも見たいのだが、アレンジもので、アレンジ、ほらついに美佐子の胃袋は宇宙だと聞いていたが、そろそろお腹いっぱいになってきた。気分は、うん、ラーメン博、ラーメン博だね、そうやってんの自宅で今今ね絶賛開催してる、今しておるからねじゃあ私が好きなちょっとアレンジで、うん、食べてみたいと思います。はい、では私の好きなこのドイツ麺のアレンジの食べ方をご紹介したいと思います。イエーイ、はい、ね、材料なんですけど、どこのご家庭にもある同一麺と、うん、どこのご家庭にも、今回はですね、私こうアレンジ結構いろんなパターンあるんですけど、卵、うん、を必ず入れてて、ネギも入れてるんですけど、うん、まあここにトマト入れたりとか、うん、お肉入れたりとかするんですけど、うん、今回は豆乳があったので、うん、豆乳入れて作りたいと思います。はい、これ丸ごと1個作ると結構な量になるので、今回は半量で作ります。これお水が200ぐらいいるんですけど、うん、半分豆乳入れるので、はいはい、100ぐらいで、100ぐらい入れて豆乳を足して、200ちょっとぐらい、220とかこの辺かな、こんなくらいですかね、はい、こんな感じで小鍋にダバッと入れて火をつけます、うん、はい、ここからもう温めてる間に卵を入れもして、入れもして、そう、綺麗な卵やな。これをじゃあまあ溶いていきます。うん。こういう。こういう麺なんですけど、こんな感じでこういう麺がまあいつもの、うん、これだけ。ちなみにこれだけで食べても美味しい。私これだけでたまにちょっと食べる。どうすか。おいしい。食べてみるね。うん。これあれやん。このまま食べてたらなくなってしまうやつやん。これね、これだけで食べるとマジ美味しいね。あ、うまいわ。でこの麺の他に2つ袋が入ってて、ほう、で粉のだしとなんかネギ油みたいな、うん、あ、すごい、なんか繊維見える、ね、うん、しっかりしてる、これは普通の粉、うん、でこれをここに、入れるんですけど、うん、まあ、半量なので半分だけ、あ、はいはいはい、これぐらいだけ、うん、半分だけね、で、うん、入れる、じゃあこの粉も半分入れます、はい、これもなんかこの辺半分ぐらい切ったら、うん、はい、でここちょっともう今この麺を半分、半分ね、パリパリっとやって、パリパリして、これを砕いて、こう、これもポイントね、まんまじゃなくて砕いて入れていきます、うん、はいはい、そしたらここに溶いた卵をじゃばーっとじゃばじゃばっと、でこれ私かき混ぜないでかき玉風にしたいので、うん、はいはい、普通のネギでもいいんですけど、私はまあ冷凍ネギを、うん、やっちゃう、あ、もうね彩りが最高ですよ。いつもこれにね、トマトを入れたりとか、うん、あと酸味欲しいなと思って豆腐入れたりとか、うんうん、もううまいです早くね、もううまいです。これはいわゆる袋麺な感じなので結構すぐできるんです、うんうん、卵がこうちょっと卵っぽくなった。あ、いいね。いいよね。はい。で、ちょっと味薄いんですよ、これ自体が。うん、私はちょっとお醤油入れて。あと軽く塩コショウ。よく。はい。うん。して、はい。でもなんか、クツクツしてきたら大体 OK。これはね、寒い日のね、朝ごはんにすごくいいのよ。麺を朝食べるっていうのが、うんうん、あんまり、イメージ湧かなくて、
そうラーメンって朝からなかなか食べなくない？食べない、ね、そうでもこれだったらわかるなって今ビジュアルを見て思っている。はい、イエーイ。はい、ダバーっと、はいはいはい、あーいいねいいね。そっか、麺も砕いてるから時間が短縮できるね。そう、短い短い。で、ここに私はブラックペッパーとかをちょっと、はいはい、こんな感じにしてできました。あ、すごい。あー、もう素敵ですね。美味しそうだよ。はい、できました。完成しました。イエーイ。もうね、いい香りなの。麺砕いてるから、うん、ちょっと食べやすいおじやみたいな感じなんですよね。うん、よし。これはね、もうなんか朝っていうのが本当によくわかる。うん、そうそう。そうなのよ。優しそう。寒い日の朝にぜひね、優しそうじゃん。食べていただきたい。いただきます。うなずいとるやん。よく食べてるやついただきます。いつまでやっとんねん。食えるやろ。猫舌なんじゃ。マジで猫舌なんじゃ。うまっ。よし、のんぶりいただきます。まいっしょ。わあ、美味しい。これめちゃくちゃうまくない？わあ、うまっ。え、マジでめちゃくちゃうまくない？うまい。うまいっしょ。うん、そう、幸せかよ。なんかこれ元々作った経緯っていうのがあって、この麺は、この麺も好きだしスープも美味しいんですけど、ラーメンとして食べるとスープが甘すぎて、うん、味の感じが、うん、ちょっとその物足りない感じなんですよね、うん、じゃあスープと麺を均等に一緒に口に入れたいなと思った時に、あ、じゃあ砕いて一緒にスプーンで作って食べればいいじゃんと思ったところから発想でできたものなんですよね。なるほどね。そう、砕く素晴らしいね。これめっちゃいいよね。うん、鍋の、うん、締め、うん、まあラーメンだったらもちろん長いんだけど、うん、雑炊をもっとこうサラサラにして、うんうん、あれを米じゃなくて麺にした感じ、うんうんうん、そうだね。からなんだろう、優しいじゃん、ああいうとこ、うん、鍋の後雑炊ってこう優しいじゃん、優しいよね、うん、その優しさが ね、うん、ね、麺で食べれる、うん、豆乳入れてるから、そのこのコクの朝、うん、寒い日に食べたい感じの、うん、このホッとする感じの味になってて、うん、で卵もちょっと溜き卵っぽいからちょっとお腹にもたまる感じもあるし、うんうん、いいんだよこれが。半玉っていうのがまたいいかも。あ、そうでしょ、うん、いいでしょ、うん、そう、これ一玉だとこれ結構その丼いっぱいになっちゃって、うん、お腹いっぱいなんだけど、うん、半玉ぐらいが朝ごはんにめちゃくちゃちょうどいい、うん、めっちゃいいと思う。そうなんだよ、分かってんね。なるほど、これだから半玉かって思った、うん、女性が好きな感じだよね、このね、感じね。半玉好き。え、これいいな。これいいでしょ、うん、そう、他の袋麺でも試したのよ、試したんだけど、うんうん、やっぱりそのちょっと麺と汁に個性がありすぎるものが多くて、うん、そうするとここまでその他の具材とかと一緒にした時にあんまりここまでの一体感が出ないんだよね。なんかいい感じにさ、控えめなの。一体感すごい。そう。うん、いや、すっげえベタ褒めしててちょっとなんかあれだけど、マジでいい。え、マジでいい。めっちゃいいでしょ。うん、食べ。そのスープも豆乳でしょ。うん、これ全部の、うん、見たい。飲みたい、うん、いいよね。しかもね、カロリーもそんな高くなくて、うん、1袋のラーメン そのカロリーがそもそも400ちょっとしかないのよ、カロリーが、うんうん、で、これ半分だから200カロリーぐらいだよね。確かに、うん、で、それにちょっとあれこれ加えてけど、うん、300カロリーしないぐらいだから、なんか夜小腹空いたなみたいな時にもすごいおすすめ。で、豆乳でしょ。豆乳じゃあさっきさ、ちょいちょい豆乳ほら、タンパク質で、まあ、豆腐じゃない？うん、そうね、うん、え、マジでいい。やったー、嬉しい。生姜とかも入れると嬉しいね。あー、絶対じゃん、うん、優勝じゃん。やったー、優勝したー。やばー、でも体ポコポコしてね、すごい嬉しい。そう、私も今体すごい熱くなってきた。わー、しい。ということでこちらも、はい、ごちそうさまでした。ごちそうでした。美味しかった。ということで、今回はこちらの伊達ちゃんアレンジバージョンをご紹介しました。美味しかった。マジで皆さんやってみてください。これはこれからの時期本当に美味しいと思います。5袋入って大体100元ぐらい。え、
ので350円で、まあ、割ることの5ぐらいですかね。60円とかで1袋。これもスーパーとか行ったらまたもっと安いところもあるらしいんで。え、もういいことずくめじゃん。おすすめです。今流行りのモーニングルーティーンじゃん。モーニングルーティーン言いたいだけでしょ。モーニングの言いたいだけ、言いたいだけ、言いたいだけ。でもこちらもぜひ皆さん、台湾行った際は一回買ってみて、そのまま食べてももちろん良し、こうやってアレンジをね、うん、やってみるも良しと思うので、うん、ぜひやってみてください。以上、非常にしょこと伊達あずみでした。バイバイ。バイバイ。東証ロンちゃん、本当いい匂いだよ。すげえホッとする。なんかもうすごいいい。